ちは、こんばんは、おはようございます。福地犬の部屋へようこそ。前回年金が崩壊するかもしれないという話で、で自営業、福地犬なんかは自営業なので、もしもらえたとしても年金10万もない、6万くらいしかもらえないということで、福地犬は年金の上に厚生年金基金、国民年金基金っていうのと、あとイデコっていうのが月額6万8000まで利用できるので、それをやっている。で、国民年金基金っていうのは国が運用して、もう払い込めばいくらもらえるってもう最初から分かってるね、ローリスクローリターン の年金の上に積むもので、イデコっていうのが自分で株を買っていくことになるので、めったにないと思うんですけども、積立金が割れるかもしれないということね。でも2つとも税金の免除があるから、自営業の人で国民年金だけじゃ多分生きていけないと思うので、国民年金基金とイデコっていうのはやっといた方がいいですよっていう話をしたのと、もう一つさらに、税金が免除になるものっていうのがあって、それがNISA とか積み立て NISA とか言われるものがあるんですよ。初めて聞く人は何それとかって思うと思うんですけど、株式投資をしてる人とかだと結構有名だったりするんですよ。普通株を買ったりすると税金が取られるんですけども、積み立て NISA とか NISA っていうのは税金が取られないね。で、 NISA っていうのは5年で5年で年間120万円までかな。で、積み立て NISA っていうのは20年できて、さらに年間40万円までできるのね。で、それが非課税になるんですよ。税金取られないっていうんですよ。ということで、福地犬は今まで生まれてこの方、株を買ったり売ったりとかってしたことが一切なかったけど、積み立て NISA を申請して12月1日から積み立て NISA を始めました。で、やっぱりね、積み立て NISA を皆さん年金払って、国民年金基金とイデコの月額マックスまで払って、さらに老後のためにとか、ちょっと今資産を運用したいっていうんだったら、積み立て NISA っていうのをお勧めして、で、どうやって作るかっていうのは、福地犬の場合、いろいろな口座、証券会社があるんですけれども、福地犬は、SBI 証券っていうのを選びました。で、SBI 券証券っていうのと、SBI 証券ネット銀行っていうのを作んなきゃいけないんですね。で、福地犬、超間違えて、今どうしようかと思ってるのが、SBI 証券っていうのに口座を開こうと思ったのに、 SBI 証券とネオ SBI モバイル証券っていうのがあって、そこに口座を作っちゃったのね。で、ネオ SBI モバイル証券って一切取引しなくても月額いくらか取られて、ずっと取られちゃって、で、なんか口座をまた閉めるにはすごい処理が大変らしくて、で、もうどうしようもなくて、どうしようかなと思ってるんですけど、めんどくさいからね、口座の一時停止とかもできるらしいんですけど、最後まで、あ、間違えたと思った時点で、手続き途中までで終わってるので、これどうなるのかなっていう感じで、手続き途中のまんまなんですよ。で、どこまで話した？そう。で、SBI 証券っていうのと、SBI、ネット銀行っていうのを作ります。そして SBI 証券で口座を作るときに、積み立て NISA を始めたいんですって言って書類を送ると、 SBI 証券の方が税務署に、この人積み立て NISA やりたいらしいから、この人が積み立て NISA で買ったのから税金取らないでちょんまげーなっていうのとかの処理を全部証券会社がやってくれます。で、それを終わったら、ここがね、福地にちょっと戸惑ったんですけども、SBI ネット銀行からデビットカードが来るんですね。デビットカード。そのデビットカードに、郵便局でもコンビニからでもいいから一度入金します。
現金をね入金します。でそうすると SBI ネット銀行にお金がプールされるんだけど、そこからはまだね、あの積立NISAできなくて、そこからネット銀行の中のただの銀行の口座のお金じゃなくて、なんかハイブリッド口座、ハイブリッド口座、ハイブリッドって車でしか聞いたことないけど、ハイブリッド口座っていうのに一度現金を、現金じゃないや、あのネット銀行にあるお金を移すんですよ。それでそこで初めてやっと SBI 証券の方からあの株を買うって選んで、その後に積立NISAの銘柄っていうのを選ぶと、またここでダダ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 って出てくるんですけど、それが結構ね多いんですよ。でそれを何を選ぶかによって積立NISAが変わってくるんですけども、福チーヌはもうほとんど素人ですので、あのとりあえず聞いた話だと、ここ50年の間に日本の株っていうのはバブル期だけ上がって、あとはこんな感じで、あのうちの両親なんかは有金全部あの日本の口座に入れちゃったから、もう塩漬け状態で、買った時と値段が変わんないとかね、10年経ってるのに20年経ってるのにっていう形になるんですけども、ここ50年アメリカ株っていうのはずーっと、まあリーマンショックとかでも下がってますけど、こう右肩上がりなんですよ。で特定のねマイクロソフトとか有名なインテルとかにするよりも、外国株のこうずーっと右肩上がりの恩恵を預かりたい場合っていうのは、あの S&P500 とかのインデックス投資をするといいんですって。福地委員よくわかんないけど、ということで、あのダダダダダって出てきてる中で S&P500 とか米国株式インデックス投資とか、そういうのが出てきたのを買ってます。あ、買ってるというか、あのそれで選ぶんですよ。積立NISAの月額、あの年間40万円ってことは月額33,300円くらいなんですけどね、それをどの割合でどの株を買うかっていうのを選びました。で積立NISAね、年間40万で締め切りが12月なので、12月から始めた福チーヌは、あれなんですよ。毎月の金額の上限が33,330円くらいなんですけど、それに特別ボーナスみたいな感じで、今年の分の36万円分を、また、特定の銘柄にボンと、足して36万円分を S&P500 とかに足してっていう形でやります。なのでフクチーヌの動画を見て、あの自営業の人で、あの年金が心配で、まあこの間先ほど出した国民年金基金とイデコっていうのを始めてみて、さらにもうちょっと今はいいけど、あと何年働けるか分かんないし、とりあえず資産運用しときたいなで、という方は、積立NISAっていうのをやるといいですよ。という形で、まあ、早めにしないと、SBI に申し込んでから、SBI さんから、なんか申し込み書が届いて、そこに、いろいろ書類を提出した後に、SBI さんが税務署に掛け合ってくれて、その税務署で、許可が下りるまでに結構時間かかった。結構かかったので、急いでやれば、10月中に最初のが間に合う。12月中に最初の積み立てが間に合えば、12月中に今年の分の40万円枠いっぱい買えますね。で、来年からするとまた、来年で40万円の枠ってなるので、非課税の枠がね。それで、運用するという形になってます。それとあとね、なんか積立NISAが最初20年だったのに、のが期間伸びたとかって言ってるんですけど、福チーヌ20年経ったらもう70なので、ね、期間伸びなくていいよっていう感じになっています。以上です。ポチッとなー。最後までご視聴ありがとう。いいねボタンとチャンネル登録お願いね。それから SNS でシェア拡散大歓迎でよ。